次は4のメガミックスをやってみましょうか。ロックマン4のね、はい、あ、こっから始まるのか。いきなりいきなりコサックステージかい。こう滑るんですよね、この目。このアップンダウン出てくるし、正直もう1アップ意味ないですからね。あ、しまった、危ね、今危なかったな。よいしょ。まあ1機ぐらい死んでも大丈夫なんですけどね、時間制限がじゃ問題だからね。あ、生き返った。はい、ここ難しいんですよ、この面。初めてやった人でも必ず手こずると思います。超難しいですから。ここは、ここ下じゃないかね。あ、しまった。あ、そう、クラウンやったな。スライディング途中でね、あれさ、食らうんですよね。立ち上がったら。ダメージ受けるんですよ。で、ここは、アイテムを使います。ラッシュジェット。はい、これで終わりですね。あ、これあれですね。あの、リングマンステージの、うっとうしな、こいつ。やばいな。よし、やっぱ死ぬよな。やっぱね、慌ててるからどうしてもこうなるんですよ。いつもより雑なプレイになっちゃうんですよ。これ倒した方がいいな、こいつ、ここ。もう時間を妨げるって感じですよね、なんかね、敵が。このモードでやると。あ、ここか。ここ、強制スクロールのとこですね。神曲なんですけど、音楽は。ケセランパサランですね。コサックステージです、これね。曲がもういいんですけど、めちゃめちゃ。この敵も厄介なんですよね。ここから出てくるんですよね、ドリル。こいつが出てくるんですよ。はい。あ、ファラオマンか。こいつはまあね、この光のこれで倒すんです。これは弱点です。時間止めることができるんですよね。時間というかまあ、光でね、時間止めるみたいな感じですね、こいつの場合。ちょっとな、これ、浮かしてね、止めてるから、ちょっと効率悪いんですけどね、本当ならね、立ってるところでね、止める方がね、倒しやすいんですよ。はい、倒しました。おっと、これはあれですね、ワイリーステージ。ですね、これだけか、はい、うわ、苦手なやつ来た。こいつ嫌いなんですよ。これはだいぶミサイルが弱点なんですけど、弱点持ってても強いですから、こいつは一機ぐらいやられるかわからんな。ほらね、そう、跳ね返すんですよね。弱点武器すら、武器を跳ね返すというね、強さ。ああ、やられた。やっぱやられたな。はい。そうね。こいつ強いんですよ。うわ、もうちょっとやったのにな。強いな、こいつ。弱点武器持っててもこんな強いんですよ。ある意味最強じゃないですか、こいつ、このゲームのボスの中で。まあ本当はね、ダイブマンの方がもっと強いですけど、
だいぶ真ん中倒しやすいです、まだね。僕の中ではもしかしたらこいつが一番強いかもしれないですね。だって跳ね返してますもんね、弱点武器ですらね。弱点じゃないですもん。しかも減りもあんまり激しくないしね、弱点武器にしては。そんなに減らないですもんね、そこまで。今回は倒せそうですけどね。やっと倒しました。これだいぶ前のステージですね。はい。あ、これね。これはあれですね。ダストマンステージ。あ、しまった。やばい。あぶね。負けた。これね、一発で倒さなきゃいけないんですよ。こうやって一発で仕留めないと厄介なことになるんで、こいつの場合、ほら、こうね、ちょっと一旦逃げるか。よし。厄介なんですよ、こういうの敵は。強いんですよね。しかもこのギリギリジャンプの視点、やばい。はい、あー、ここか。ここも難しいんですよね。よし、危ね。ちょっと今危なかった。はい、しょうがない。今のはちょっとね、本当はあれちゃんと倒さなきゃいけないんですけど、危ね。今危なかったな。これ乗り移るの難しいんですよ、これね。はい、ドリルマン。ドリルマンステージ。まあまあ、ドリルで倒すのもいいんですけど、この敵は。ここ、えらい長いな。ダストか。ドリルですね。ドリルちゃうわ、リンゴや。リンゴが弱点です。吸い込んでるときはね、当たんないんですよ。あ、しまった。よし、倒しました。まだあるんかい。ああ、これも小作業ステージですね。でもいいや、もう。時間ないんちゃうの、これ。ファローマンステージや。ヒットポイントないぞ。危ね。まだあるんかい。あ、ここか。ヒットポイントはないからな。まだあるんかい。ああ、ここか。ここね。おお、クリアできた。これもなんかギリギリなんちゃうの。9分30秒。危ないな。ギリギリですね。ちょっとドリルマンの面で手こずりすぎましたね。ドリルマンの戦いで、はい、セーブします。